の子もセイバーだったんだね。なるほど、それであのパンチか。師匠という師匠という方もすごそうなのです。さっき北に町があるって言ってたっけ。そうね。あれ、すぐそこにも町が見えるね。ゾワワ、なんかゾワッとしたのです。理由はわからないけど気持ち悪い町なのです。てか、あの町すごくね。あそこにティファさんがいるのかな。ナインウッズヒルよりすごそうなのです。戦闘で混乱すると勝手に行動してしまう。味方を軽く殴ってやるだけで正気に戻るんだが、着付け薬を使えばより安全だな。ほら、持っていけよ。第11幕、赤の予言と青の予言。ちょっと待って、ここは鎖が見えないな。じゃあコーネリアと一緒で連邦に加盟してないってことね。だな。てかコーネリって、もしかして。もう忘れたとか。また会えたね。で、いいんだよね。あ、すごいパンチの。はい、また会いましたね、ティファさん。こんにちは、ナノです。こんにちは。ねえ、聞いていい？ミラージュを連れたオービトさんは何をしにこのエリアに来たの？そっか、まだ話してなかったね。よかった。戻ってからもしかしたらバームート軍の悪い人たちを助けちゃったかなって思って。そういえば、よくバハムート軍と間違われるのってなんでだろう。そりゃミラージュを使う大人なんか大きな軍にしかいないってことじゃない？うん。今は大人の、それもミラージュ使いなんて言ったらバハムート軍ぐらいしかいないと思う。昔大人が住んでいたエリアもとっくにバハムート軍のものだって話だし。マジか。でもね、最近はみんな予言の話をしてるから、そこに書かれてる丘からの大人も有名だよ。うん、何にしても有名なのね。それで炎の谷に行きたいんだっけ。今のところ手がかりはそれしかないから。炎の谷か。名前はみんなが知ってても、それがどこを指すのか誰も知らない場所。どういう意味だ。炎に包まれてる谷自体はこのエリアにいっぱいあるの。でもその中で予言が示す谷がどれなのかは誰も知らないってこと。あ、そうだ、ちょうどそれを調べてる召喚士が町に滞在してるの。会ってみる？こっちよ。この人たちがその丘からの大人よ。もうそれでいいです。はじめまして、私召喚士のリディア。まさかあなたたち悪い人なんじゃ。へえ、ミラージュを普通に連れてたり、やっぱり同じ召喚士だからユーナと少し雰囲気が似てるな。え？ユーナ姉様の知り合いなの？少し前、上の大陸で会ったの。その時にいろいろ教えてもらったよ。
ここに来るきっかけを作ってくれたのはユーナなのです。じゃあやっぱり悪い人じゃないのかも。よしよし、この二人ユーナ姉様の知り合いなんだって。だから大丈夫だよ、とりあえずね。それであなたたち予言に書かれている4つの鍵を探してるの？まあそのうちの1つが炎の谷にあるって聞いてここまでね。でもその話って赤の予言でのことよ。赤の予言？もしかして予言にも種類があるの？そうよ、もともと予言って言ったら青の予言を指してたの。その中だと4つの鍵は4つの印って書かれてすごく抽象的なもので。青の予言は異端なり。な、何を突然。青は異端、赤こそが聖典であります。はぁ、あなたも召喚師であるならクリスタルの塔への導きを求めなさい。赤の予言に記されています。ミラージュを連れし選ばれし者、4つの鍵を手に入れたり、そしてクリスタルの塔より天に昇り神より永遠を授かれり。導きの道が見えているのなら鍵は見つかるでしょう。赤の予言に従い進みなさい。もうほんと最近ああいうのが増えてきた。ほんと多いよね。暴力とか犯罪とは無縁なんだけどちょっと怖いよね。だいたい青の予言は召喚師の神祖様が残した予言書よ。その後にできた赤の方がただのバッタモノだよ、バッタモノ。でも今はみんなそっちを信じてるから。そうなのよね。だから私もそれを調べに来たんだけど、そういえばあなたたちはなんで予言の鍵を探してるの？それはファーナルース様があなたたちの母親と同じ名前だから。見つかりバハムート軍の居城を。そっか、もしあなたたちが予言の大人なら予言の通りに進めばそれが目的地かもってこと？ええ、まあそもそも私たちミラージュを集めて前に進めば家族に会えるってある人に言われて。何にしても私もその予言の真偽を調べている身として炎の谷には一緒に行った方が良さそうね。というか一緒に行ってくれるとちょっと助かるし。助かる？ううん、こっちの話。じゃあ行きましょう。行きましょうって炎の谷の場所わかるの？もう調べはついたわ。炎の谷の場所はバブイル7番目の谷、セブンスバレーよ。じゃあそのなんとかかんとかに向かおうぜ。ついに一文字も覚えないの？もしそこのお方や、頼みたいことがあるんじゃが、孫の誕生日にプレゼントをしたいんじゃが、竜の鱗を探してきてくれんか。できればいくつかあるとありがたいんじゃが、お願いできんかの。引き受けてくれますか？ありがたや。ありがたい。これで孫の喜ぶ顔が見られます。お礼と言ってはなんじゃが、これを受け取ってくれんかね。もしかしてドレス？ここはに、シンラはね。
東側にあるみたいなのですよ。Thank you.
どうってことないってよかった。やばいな。そうなのです。リディア、向こうの方に行ったよね。爆発するかもしれないから気をつけて。ヤンを盾にするといいのです。そうね、わかった。ラン、ああって、なんで俺盾なの。勝利だね。
おお、リディア、大丈夫？はあ、私、炎が苦手。怖いの。ずっと前、私がいた場所が連邦に侵略された時、火事になった家に取り残されて、その時から私。そんな怖いのにここに来たのか？あなたたちを案内しなきゃならなかったし、私だっていつまでも。でもやっぱりダメ。炎を前にしたら私。でもリディアはすごいよ。そうだね、さっきのミラージュの炎、私たちじゃ消せなかったもの。おお、あれを一発で消しちまったんだから、怖い炎なんかもうあんな感じでみんな吹っ飛ばしちゃえばいいんじゃね。吹っ飛ばしちゃえって、時と場合によるし、言い方が乱暴すぎで適当。マジで？マジで。じゃあ炎なんか吹き飛ばせばいいんじゃありませんこと？どうしたら女性っぽくすればいいって発想になるのよ。それもなんでお嬢様風？キモいのです。変なの。え、今の変なの？変どころか異常。常識を疑うのです。ガーン。じゃあ行きましょう。ダメだよ。そうそう、無理する必要ないって。後でちゃんと報告するからよ。でもさっきの炎の壁はどうするの？それは、じゃあ、あの炎を消したらニブルヘイムで待たせてもらうわ。それでいいかな？おい、モチのラン。大丈夫？うん、行こう。大丈夫か？リディア、みっちゃん！やった！大丈夫よ。ちょっと緊張して力が抜けちゃっただけだから。よかった。じゃあ私一度町に戻るね。ごめんね。いや、ここまでありがとな。またなのです。あ、タマだけにまた。あ、タマだけにまたなのです。なのです。アホどもは気にしないで。気をつけてね、リディア。本当にありがとう。うん、私こそ。じゃあまた。じゃあ私たちは進もう。おい、二人とも頑張るのです。いや、タマも人事じゃないからね。何これって、いかにもすぎてある意味当たるよね。行くしかないのです。はいはい。
します。刺すったら吐き出さねえかな。やってみたら。ゴーゴーなのです。なし。ってこいつの背中どこ。そこか。Thank you.
これってマジで予言通りってこと？そうね。お姉ちゃん、あんまし嬉しくないの？うん、そういうわけじゃないけど。なんか急に静かになったね。さっきのやつを倒したせいなのです。な、何？地震？嘘！すごく大きいかも！なんじゃそりゃ！もしかしたら